アクアマリンアクアマリンは青色のベリルである。名前はラテン語の海水を意味する語から緑中石の内透明で青い色調のものの宝石名。和名はアクアマリンもしくは水宝玉区。エメラルドより低価格で市販品の多くは緑色から高褐色の緑中石を熱処理したもの。産後、ブラッドストーンと共に三月の誕生石。主要原産地はマダガスカル、ブラジル、 シベリア島。石言葉は、勇敢、沈着、聡明。時義通りには、海の水を意味する。色としてのアクアマリンも考述する。鉱物学的性質については、緑中石を、参照科学組成は、ベリルの主成分であるアルミニウム系酸塩と、色の成分であるベリリウムでできている。結晶形は、六方小形。モースコードは7と1、2。 緑のエメラルドや木のヘディオドールを熱処理によってアクアマリンの色に変化させることが可能。アクアマリンはその名の通り海の色をした宝石だが、海に投げ入れると瞬時に溶け込んでしまうと言われるほどで、そのことから古いヨーロッパの船乗りたちは、この石を海の力の宿ったお守りとして大切に持っていた。ブラジルのサンタマリア鉱山で採掘される深いマリンブルーの石が最高品質とされているが、 現在は枯渇状態である。しかし最近では他の鉱山でもこれと同様の品質の石が採掘されており、現在ではこの深いマリンブルーのものを一般的にサンタマリアもしくはサンタマリアアフリカーナと呼んでいる。それ以外にも産地としてはスリランカ、マダガスカル、ロシア、パキスタン、アフガニスタン、インドなどが知られている。特殊効果として有名なものは シャトヤンシーの出るアクアマリンキャッツアイがあるが、なかなか宝石質のものが少なく非常に希少で、市場ではあまり見ない。それゆえほぼ、コレクターズアイテムとなっている。なお、日本ジュエリー協会では、正式名称をアクアマリンとしているため、この名で店頭に出ていることも多々ある。アクアマリンはまた緑と青の中間の式名としても、用いられる。 緑中石の色であるが、しばしば海の色と解されることもある。青緑の範疇に入るが、乱緑色と表記されることもある。キャスケーディングスタイルシーツを使用可能なウェブブラウザにおいて、カラーをアクアマリンと指定すると右に示すウェブカラーのように表示される。アクアマリンは紋章において用いられる式名の一つでもある。ただし、この色は滅多に用いられず、 ロシアのユダヤ自治州で使用されている。ありがとうございます。